かつての俺たちは孤独で愛に飢え憎しみを募らせたガキだった。俺たちは互いに違う道へ行き戦った。だがナルト、お前は決して俺を切らず、ずっと俺の心に近づいてきてくれた。俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのに、お前は俺のことを友だと言ってくれた。そしてどんなに傷ついても俺を友として止めてくれた。お前のおかげで俺は救われた。いがみ合ってたちっぽけな俺たちが今は互いの心を痛み合うことができる。このことは俺たちだけじゃなく、もっと大きなものにも言えることなのかもしれない。ま、はっきり言って、本来ならお前は強制的に投獄される身だったから、お前が免責されたのは無限つくよみ解除の功績も大きいが、六代目火影が俺になったことや、ナルトの嘆願によるところが大きかったこと、忘れないように。これからはあまり無茶しないでよ。俺の責任になっちゃうから。ああ、すまない。どうしても行っちゃうの？今の俺ならこの人界が、この世界がどう見えるのか知りたいんだ。あの、私もついていくって言ったら？罪を償う旅でもある。お前は俺の罪とは関係ない。関係ないか。また今度な。ありがとう。ん？お前まだこんなもん。これを返す。お前との本当の勝負まで取っておいてやるよ。だが、お前のようにはなかなかできるものじゃない。そう簡単にはいかないだろう。それは祈りにも似た思いだ。それでもそれができるまで耐え忍んでいく。その様を任された者たち、それが俺たち。ナルト、忍者なのかもな。創世に始まり、大続きを経てもなおやむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、里となった糸まですら、戦乱は絶えることなく、なおも高ぶり、そして憎しみは広がる。かくてかの二人もついに立ち、戦い続けた。されど、わずか一人が忍びの者、連鎖を断ち切り、先を開く。友を作り、友を追い、友と挑み、友と結ぶ。その意志は、やがて忍びを包み、
世界を包み、憎しみを包み、新たなる道を示すものとなる。ここに忍びの道極めし忍法帳は成就に至る。さあ今こそこの書に名を記そう。その名は渦巻きナルト物語。炎は舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし、また炎は芽吹く。